気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。アリアズストーリー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、多分ね、前回の続きだとこっちにね、虹色の花がのコレクションがどうたらこうたらって言ってたんだけど、緑色だけ足りないんだよね、多分。だから緑色の花を探せばいいと思うんだけど、お前そこちょっと言ってくんねえかな、マジで。緑色の花って言われても、ここは閉まってるんだよな。緑色の花なんてこの部屋にないもんね。緑色の花はどこから手に入れりゃよいのやら。これか、あった、これか。そこであれか。ということは椅子を引っ張っていけるのか。引っ張っ、押してけねえな。こっち側は、あの花をどうやって取るんだ。これはさすがにこれではないと思うんだけど、サイドから攻める。どういうことやっていう。このマットの意味は何なんだろう。ただおしゃれで置いただけなのかな。どうすりゃいいんだろう。あ、これをこいつに渡すんだ。星がなんちゃら言ってたな。これだ。これを私に。なんて美しい星だ。ありがとう。なるほど。この星はとってもとってもとっても美しい。どうもありがとう。なるほどね。ここで多分はしごか何かをゲットすればボロボロだな、お前。じゃあ鍵が持ってんのか。この鍵が欲しいのかい。ゲームに勝てたらあげよう。ゲームしますか。じゃあしよう。することもねえし。ああ、そういうやつ。誰が鍵を持っているでしょう。え、こいつじゃないの。正解。次はもっと難しいよ。そうだよね、これだけじゃ簡単すぎるもんね。これはもう昔ね、 DS の目力トレーニングのゲームでいっぱいやったから。簡単簡単、もっと難しいのもっとこっちとはクリアしてんだよ。オッケー。あ、5個になった。5個で早いのかな。おなるほどなるほど、ここですね。はい、完璧。これでゲームは終わり。約束通り商品だ。センキュー。鳥の鍵。鳥の鍵？あ、わかった。右上の空いてない部屋だ。これをセーブして、まあ、ここはさすがになんかもう即死イベントない気がするけどね。まあ一応怖いからセーブはしておこうか。ここでしょ。 OK。 うわ、めっちゃ鳥。うわー、あなたは前に手紙を届けてくれたフクロウさんね。何？私と一緒に行きたいの？フクロウがパーティーに加わった。ああ、フクロウさんに取ってもらえばいいんだ。今鳥全部こっち見なかった。あのフクロウ、アリアと一緒にずるいって。取って取って。本棚の上にある緑。イントネーションおかしいんだよな。本棚の上にある緑色の花を取ってきてくれる？
わあ、フクロウさん優しい。ありがとう、助かったわ。かわいい、フクロウちゃん。なでなでしたい。オッケー、ちゃんとパーティーにフクロウ入ってる。持ってきたよ。あ、置けばいいのか、行ければいいのかな。はい。緑色の花、あとはこれだけだったの。私のコレクションはこれで完璧。ありがとう。これで多分ここが開くよね。私の部屋に帰りたいの？あ、じゃあ自分の部屋に帰りたい。助けてくれて本当にありがとうね。消えちゃった。またセーブがある。まあ上書きでいっか。置いた。本はこんなにも人々に感銘を与えてくれる。昔は本が嫌いだったなんて信じられないね。本が嫌いだったの？ああ、子供の頃は台はついてない。子供の頃は嫌いだった。父親が前任の司書でね、よく手伝わされていたよ。本に囲まれるのは嫌いだった。本はつまらないと思っていたからね。それでも父親の後を継ぐために次の司書にならなければいけなかった。今はもう大好きだけどね、本がない生活は想像できないな。実はね、僕は絵も得意なんだよ。いくつかの本に挿絵も描いてるんだ。どうしてそんなに本が好きになったの？それは秘密さ。言ってしまったら僕のミステリアスさがなくなってしまったじゃないよ、滑稽じゃないよ、なくなってしまうからね。そんなのダメよ、話の続きを言ってくれないと気になるじゃない。ごめんよ、そんなに怒らないで。アリア、一つ質問だけど、僕は約束を守る側の人間だと思うかい？それとも破る側の人間だと思う？どういうこと？まあ多分破る側なんだろうけど、雰囲気的には守る側ってアリアちゃん言いそうだから守る側って言っておこう。ふん、君にはそう見えるんだね。出口はすぐそこだよ。僕らの世界で君のことを待ってるよ。僕らの世界？ここはなんか映っている。司書と書かれた肖像画、なんかやだな。何何これ、ストーリーテラーと書かれた肖像。あ、もしかしてこれ最後の一番最後のキャラ紹介の部分、もしかして作家と書かれた肖像画。あ、そこの机がさ、これ師匠の机でしょ。で、ストーリーテラー、読み聞かせをする人ので、これが作家、物書きする人で、これ、読書家の机っていうかソファーだ。本の虫、ひどいな。キャラ紹介が終わって、エンディングっていうことかい？もうそろそろ。あ、本だ、本さんいる。伝承伝説というのはとても興味深い。これがもし本当ならと思わずにはいられない。はあ、とある羽ペンの伝説。あれ、これさっき見たやつ、夢の中で見たやつ。昔々、書いたものが何でも本物になり、書いたものなら何でも消せる魔法の羽ペンがありました。人々はこの羽ペンを欲しがり、手に入れるためにたびたび戦争が起こりました。魔法のペンが悪の心を持つ者の手に落ちないよう、ある一族は手にした羽ペンを秘密の場所に隠しました。それから何代にもわたり、一族は羽ペンを守り続けました。そうして魔法の羽ペンの存在は世界から忘れ去られることとなったのでした。忘れ去られちゃ意味がないんだけど。ああ、もう意味はあるのかな。どうなんだ。難しいよね、そういうところは。
いた。例えば、君が好きだった本を読み終えたとしよう。だけど、君はその終わりが気に入らなかった。え？もし、その結末を変えることができるとしたら、君はどうする？君は物語の結末を変えるかい？それとも、作者の選んだ結末を尊重して、そのままにするかい？いや、俺は変えないな。即答だったけど。それが君の答えか。変な質問をしてごめんね。今のが最後の質問だから。待って、何なんだあいつ。何ここ、ジャグリングの人とかいっぱいいる、しおりの人とか、幽霊もいる、人魚姫の本と、君は誰だ。アリアさん、またあなたにお会いできて嬉しいです。ああ、一番最初のだ。覚えていますか、私はロミオとジュリエットの本、あなたの旅路の最初に出会った本です。あなたは忘れるわけないじゃない。そろそろ図書館の終わりにたどり着くようですね。お分かりの言葉と感謝の気持ちを各エリアの本を代表し伝えに来ました。どうぞ、私たちからの最後の贈り物です。何？最後の贈り物です。本と人間は互いに助け合える、最近そう思うのです。はいはい、ジャグリングさん、初めに出会った時、私はおもてなしの賞を催しました。今度はあなたのお見送りのための賞です。どうぞご覧ください。人魚姫の本が話せない、はてなマークじゃなくて。その節はどうもありがとうございました。あなたの言う通り、どんなに些細なものやキャラクターだったとしても、すべて大事な物語の一部です。しおりの子、僕のしおりを届けてくれてありがとうね。で、幽霊の人、君の本を思う気持ちのおかげで生きていた時のような気分になれたよ、ありがとう。で、ああ、本の端になってる。とうとう終わりか。どうなるんだろう。行こうか。あれ、いる、みんないる。これが真実だ。真実だ。まさか、信じられない。ようやくわかったよ。どういうこと？アリア、君のことを待っていたんだよ。どういうこと？アリア、ダリア、消えたはずじゃん。私のことを心配してくれていたの？消えたわけじゃない。ここに飛ばされていたのよ。これで僕たちみんな揃ったね。じゃあ、元の世界に帰ろうか。あの扉を開ければ、元の世界へ帰れる。話が勝手に進んでいく。待って。どうしたんだい？クライド、お願い。真実が言えない。真実を教えて。クライドさんって言うんだね。真実？一体何を言っているんだい？ごめんなさい、レイミン。あなたに嘘をついていたわ。あ、ついたわ。私はピンクの扉を開けて、中でこの写真を見つけたの。それは。みんな友達。ダリア可愛い。そこじゃねえ。これは6年前に撮られた私たち4人が友達だった頃の写真。こんな大切なことをなぜ忘れていたんだろう。でも、もう全部思い出せた。図書館へ初めて行った時、小さな作家さんに出会ったの。私たちは友達になって、それから私たちはいつも一緒だった。その小さな作家さんの名前はレヴィン。それから毎日性格が変わる語り手さんにも出会った。そして彼女は気づくの。友達を作るためにキャラクターを真似る必要なんかないって。彼女の名前はダリア。最後に司書さんの息子クライドに出会った。
最初は本を嫌っていたけれど、本の素晴らしさを知って彼は図書館の新しい師匠になってくれたわ。この写真は…おつけこの写真はたくさんのことを思い出させてくれた。私たちが一緒に笑っていたこと、一緒に遊んだこと、一緒に本を読んだこと、みんな思い出させてくれた。そして思い出したの。私が死んでいるということも。ええ、そうだよね。アリアだけ成長してないもんね。アリア。何を言っているんだい、アリア。君が死んでいるなんて、そんなわけないだろう。きっと疲れているんだね。さあ、僕たちの世界に帰ろう。やめて、もう隠さなくていいのよ。クライド、もうやめましょう。僕もダリアと同じ意見だ。あなたが伝えないのなら、私から伝えます。クライド。羽ペン。これが何か知っているかい？僕の一族は何世代にもわたりこの羽ペンのことを守ってきた。邪な者が手にしては悪用しないように。図書室の本棚の後ろ、秘密の場所に隠していたんだ。あー、一番最初なんかこの世界に迷い込んで、でダリアと出会う前、あの扉越しでね、出会う前になんかぶっ壊されてたよね。あのガラスケース、ガラスショーケースか、ショーケースがぶっ壊されてたよね。あれか。なるほどね。図書館の秘書は代々この羽ペンを守る役目を務めてきた。この羽ペンには世界を作り、そして世界を消す力を持つ。だからその存在を隠してきた。だが僕は羽ペンを守る務めを破った。羽ペンを使ったんだ、君を蘇らせるために。蘇らせる？どういうこと？そう、君は1ヶ月前に死んだんだ。その事実を受け入れられず、僕らの胸にはぽっかりと穴が開いたままだった。もしかしてじゃあねって言った日、その後に死んじゃったのかな、一番最初の語りのとこで。ハッピーエンドのお話はなんたらって言ってたのがレヴィンだったんだ。そういうことなんだね、きっと。どうかこの羽ペンを使い、君を蘇らせようとした。が、ダメだった。このペンは、作るか消すかしかなかった。できなかったんだ。できなかった。現実に生きた人間を生き返らせることはできなかったんだ。しばらくしてから、レイミンは本を書き始めた。寝食を忘れて書き続けた。まるで何かに取り憑かれたように。無理して書き続けた結果、彼は手を壊してしまった。腕に巻かれた包帯の理由はそれさ。ダリアと僕はレイヴィンのことを心配した。そして彼が体を壊してまで一体何を書いているのか、僕たちは知ったんだ。彼の書いていた本は、君が図書館で冒険する物語だったんだ。それって…ああ、この世界はレイヴィンの書いた本を元にした世界なんだ。そしてこのペンの力で図書館を作り上げたんだ。僕はこの偽物の世界に君たち3人を連れてきた。その時に辛い真実を忘れてもらうために新しい記憶を君たちに与えたのさ。本の作者であるレイウィンはすぐに全てを思い出したみたいだったね。そしてダリアも思い出した。僕の目的は君がちゃんと振る舞うかどうか確認することだったんだ。本当のアリアのように振る舞うかをね。そうすれば僕らは4人全員で僕らの世界に戻ることができる。そう思ったんだ。これが馬鹿げた僕の性格のすべてさ。ごめん、本当に自分勝手だったね。本当にごめん。クライド、謝る必要なんてないわ。クライド、自分勝手なんかじゃない。私のためにやってくれたのよね。私のこと心配して
気遣ってくれる友達がいる。こんなに嬉しいことはないわ。アリア、でももうやめましょう。私は彼女と同じ見た目、同じ人格、同じ思い出、同じ感情がある。でもやっぱり私はアリアじゃないわ。私はコピーよ。現実にはいない。私たちがいるこの世界のように偽物なの。私にアリアの人生を引き継ぐことはできないわ。嫌だ嫌だ、そんなこと言わないでくれ。お願いだから。あなたは本物よ。本物の私の友達よ。最後に思い出せてよかった。みんな私の親友だよ。今まで本当にありがとう。アリア、そのペンを返してくれ。お願いだ。本当にごめん。何をする気なんだ。あなたが作ったもの、すべてを消すわ。すべてを消す？そんな、それじゃ君も。いやよ、そんなことやめて。あなたたちに会えてよかった。二人はどこに？心配しないで。二人は元の世界に戻っただけよ。どうして僕は戻さなかったんだ？最後に一言言いたくて。物語の結末はどうするつもりなの？満足するような結末を見つけられなかったから物語を終わらせることができないって言ってたわよね。この物語のエンディングはもうあなたにはわかるでしょ。嫌だ嫌だ、終わりなんか書けない。レビン、覚えているか。ハッピーエンドを書いてほしいって言ったのは君だぞ。なのにハッピーエンドを書く前に君は死んだ。だからもうハッピーエンドなんて書けない。君は僕の物語を読んでくれた最初の読者だった。初めて僕と仲良くしてくれた。初めてできた僕の友達だ。君の物語を書きたかった。君が幸せに生きる世界の物語を。君のためにハッピーエンドを書き上げたかった。君が本物じゃないことは最初から分かっていたんだ。君を殺せば全てが終わると思った。でもできなかった。君が死ぬような終わりは全然ハッピーエンドじゃない。レビン、ありがとう。あなたの本当の気持ちを伝えてくれて。一つ聞いてもいい？ね。あなたはこの物語はどんなハッピーエンドにしたい？私にとってのハッピーエンドはね、どんなことが起こったとしても登場人物たちは笑顔のまま先に進み続けるような終わり方のことなの。レミ、たとえ痛みが伴おうとも、たとえ涙が止まらなかったとしても、私たちは笑ってこの物語はハッピーエンドにしましょう。わかったよ。ありがとう。戻ってきたね。あ、レヴィン・ソーサー、クライドが書いたポスト。そうなんだ。レヴィンになってるね。そういえばここ調べるの、レヴィンの時調べなかったけど。こないだ君の書いた本を読んだよ。とっても良かったよ。君って才能あるんだな。ちょっとセーブしておこうか。多分ね、もうすぐエンディングに入るからこのまま続けちゃっていいと思うんだよね。ここで切ると絶対中途半端だから。おはよう、レビン。静かに。あっと、失礼。もっと小さい声で喋ってよ。あなたはこの図書館の司書なんだから。ここで一番騒がしい奴がなぜ師匠なんかをやっているのか。それも僕の魅力の一つだろ。手の調子はどう？まだ痛むの？いや、だけど具合はよく、だいぶ良くなったよ。それは良かった。きっとすぐにまた書けるようになるよ。実は、昨日書いてたんだ。完治するまで無理しない方がいいわ。ああ、分かってる。でもやっと物語の結末を思いついたからさ。その物語って
前に書いていたアリアが主人公のだよね。あ、やっといい結末を書けたんだ。本当かい？じゃあ今度は僕がイラストを書かないとね。登場人物たちのナレーションなら私に任せてね。それでその物語の題名は決まったのかい？この物語の名前は「アリアの物語」、アリアズストーリーだ。あー、終わった。これもしかして一発トゥルーエンドではないか。これね、最初にも言ったかな、3つ分岐あるんですよ、エンディング分岐で。多分エンド、そのセーブ数があったから、セーブ数に関わってくるんじゃないかって最初言ってた気がするんだけど、これは一発エンドだろう、トゥルーエンドだろう。いやー面白かった。ちょっと即死イベント多かった、最初の方多いのは多かったのはびっくりしたけどね。いやー、そっかそっか。ちょっとね、真実がちょっと悲しいお話だけど、それでもね、ちゃんとその自分が死んでもね、みんなが笑顔にいてくれるっていうのが、やっぱ死んじゃった人の思いなのかね、やっぱり。そうじゃない人もいるのかもしれないけど、かわいいな、みんな。もうダリアちゃん抱きたい。一番最初、あのダリアちゃんがナレーターとして出てきた時も言ったけど、あー、いいな、あー、アリア。トゥルーエンディング、あー、あ、特におまけ部屋とかはないと。はい、ということでね、アリアズストーリー以上で終わりにしたいと思いますね。いや、一発トゥルーなんでね、あの他のエンドの分岐がどこにあるのかとか全然わかんないんですけど、まあそういうのはね、あの後で撮影終わってから個人的に調べてね、ちょっとあの一人で遊ぼうと思います。まあ全部動画でやっちゃうとね、それはそれであのどうかとも思うんでね、あの気になるよって方はね、あのぜひ動画の概要欄にダウンロードリンクがありますので、そちらからね、皆さんも遊んでみてください。はい、いや結構やっぱ謎解きとかもね、ちょくちょく難しいところも多かったけど、まあ、全体的にね、あのボリュームもすごい多かったし、あの何よりね、キャラクターもね、あのみんなそれぞれ可愛らしくてね、結構女性好きなんじゃないかな、このゲームは。結構男性というよりかは、うん、そんなにね、印象をちょっと受けました。まあホラーだからちょっと苦手な人、女性、女性がホラー苦手っていうのはすごい偏見かもしれないけど、うん、まあね、あのぜひ気になる方はね、ご自身でも遊んでみてはいかがでしょうか。あ、今思ったんだけどさ、あのうさぎちゃん結局絶対出るよって言っときながら出なかったね。結局出なかったね。まああの子はよくわかんないけど、きっと幸せに暮らしていることでしょう、多分。なんだそれ。はい、まあ、ということでね、改めましてこれにてアリアズストーリー終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良ければ、この動画の高評価、僕のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。他にもたくさん動画ありますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。というわけで、また次の動画でよかったらお会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それでは、バイバイ。